おーちゃん、うん、この辺で、うん、こうはい、というわけで今日も元気にシーロークエローチャンネルのお時間です。皆さんこんにちは、シロクロチャンネルチュインです。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、モンスターストライクモンストの実況をやっていきたいと思います。みそちゃん家でちょっと撮影をしてるんですけれども、ザドキールさん、新キャラ登場しておりますので、こちらを目当てに引いていきたいと思います。今回は100個オーブがあるんですけれども、先日皆さんにご協力いただいて覇者の塔をクリアしまして、なんとかロードのオーブが溜まったりとかして、なんだかんだ100個オーブ集められましたので、今回はこちらのオーブで引いていきたいと思います。光属性と闇属性がもうかなりの神引きだったので、今回もザルトキエルさん出たらいいなと思ってるんですけれども、グリーンファンタジーはアポロ X もこちら持ってないので、まあアポロ X かザドキエルが出たら嬉しいなって、火属性の新キャラ出たら嬉しいなということで引いていきたいと思います。はい、では前置き長くなってしまいましたが、今回は20連ですね。ただ、星玉が溜まってるので、この星玉1個で確定が引けるので、ちょっとこちらも引いていきたいと思います。じゃあいきます。お願いします。最近引きがめっちゃ良かったからね、ちょっとわかんないんですけど、でこの間ね、ちょっとパチパチを見逃してしまったんですよ。でも私は今しかと見ていた、パチパチはしてなかった。じゃあいきます。ストライクショット、ノーマルですね。これはノーマルですね。はい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 、ダメかー。はい、お、確定って出てるよ。これグリーンファンタジーのキャラ確定。いやでもキスリア光で確定ではなかった気がする。それ確定だよ、星5確定だもん。いきます。待て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 、頼むよ、ほんと。おー、アポロ X 当たった。これめっちゃ嬉しい、これめっちゃ嬉しいわ。一体持ってなかったんですよ。マジで受信化して超絶強くなったので、アポロ X はマジで嬉しい。もうちょっと結構満足感あるんですけど、まあ行きましょう。まあ、さっきのはね、ちょっと実力っていうか、なんかもう力で当てたっていう感じだったので、もう一回ね、みんなよ、まばたきしても、そのオーブを弾き返してくれてもいいんだよー、グリーンだよー。はい、ノーマルですね。頼む、止まって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 止まら、おー、デドラミー、え、2体目、あれザドキル出なかったけど、これは結構な紙引きじゃなかろうか。というわけで、今回のグリーンファンタジーは、ちょっと新限定キャラのザドキエルさんは出なかったんですけれども、星玉でアポロックスゲット、そして20連でデトラビー2体目ですね。アルマゲドンとかでもめっちゃ強いので、よかった!まだ他のね、属性のガチャも残ってますし、レッドスターとかは結構持ってないキャラがいっぱいあるんで、また引いていきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録して応援してくださると嬉しいなと思います。そして少しでもこの動画楽しんでくださった方は、ぜひいいね、そして動画の感想お待ちしております。というわけで、今日も最後までご視聴ありがとうございました。ラスト、じゃんけんいきます。せーの、白黒じゃんけん、最初はにゃん、じゃんけん、グー!はい、グーです。なので、ファンの人は明日いうことあるかもよ。では、本当に本当に最後までご視聴ありがとうございました。また見てね。バイバーイ。